な、これをチョコレートなる西洋甘味を節操に、マスター、分かっています、分かっていますとも。本日はお忙しい、とてもお忙しくしていらっしゃる。そうですね、ご案じ召されるな。この道満すべてを理解してございます。バレンタインデー、当世における人々が思い交わす日であるのだとか。大層結構、マスターも当世の人なればそうしてお忙しくしておられるのも当然というもの。何せ我がマスターは人望に厚く、多くの英雄英傑をサーヴァントとしておられる身。中にはそう、思いを告げんとする英霊もおりましょう。拙僧からすれば言語道断、一サーヴァントならば身の程をわきまえよと申したいところではありますが、いえ、申し訳ございませぬ、マスター。言語道断などと言っておきながら、拙僧は高ぶりを抑えきれぬのでございます。禁断！禁断の思い！マスターは、当世を正しく生きる身なれば、我ら人類の影奉仕がよるべとするはもってのほか。影は影らしく、ああマスター、けれど拙僧はこう思ってしまうのです。あなたはあまりにあやつに瓜二つなどと。いえ、お忘れください。バレンタインデー、拙僧をさえ惑わす恐るべき魔の日にてございますな。ですが拙僧は耐えまする、耐えた上でしもべが主人に差し上げるにふさわしきお返しをお渡しする次第にて、こちらです。呪符にございます。しもべから主人へ、これぞ拙僧からマスターへとお届けする一品。ことの葉にするのははばかられますが、その密かにあれをたっぷり詰めた魅惑の呪符にて、どうかお納めくださいませ、マスター。それはもちろん愛にございますれば。いえ、無論秘めたる愛にてございます。まかり間違ってもマスターを我が物にしたいなどと、ふざけたものではございません。あくまで主人としもべの縁をわきまえた品、あなたのために練り上げた当世最高の呪符であると申し上げましょう。それでは拙僧はこれにて。はい、はい、まあ、さすがはマスター、しかりとっておきの呪詛にございますれば、さまざまな災厄が御身に降りかかることは必定というわけで、良きバレンタインをお過ごしくだされ。
いやいやいや、お待ちあれ。あれなる怪病謎に食い破られようものなら、我が呪符あるいは呪詛返しとなって我が身に。む、東の大陸の、いけません、いけませんね。彼は我が術理の外にあって超常をなす者、あるいは我が呪詛に抗うことも可能やもしれません。やはりマスター英霊使いがうまい。ここはさすがと言っておきましょうか。いやー、残念至極。次こそはうまくやりますゆえ、どうかお楽しみに。それは嫌ですね。